来月3日から配信の連続ドラマ坂の上の赤い屋根の完成披露試写会が行われ、主演の桐谷健太さん、橋本良亮さんらが登場しました。登場人物のこう黒い渦がどんどんぶつかり合って、多分見てる人にもその渦が広がっていくと思います。桐谷さんたちは全5話を鑑賞したようなんですが、橋本さんは、僕まだ見れてないんです。なんで？あの、皆さんと同じタイミングで一緒に見ようかなと思って。嘘だ。いや、どうだとみんなから総ツッコミを受けた橋本さん、今回初の死刑囚役でこんな無茶ぶりが。1ヶ月半前ぐらいにマネージャーさんから、死刑囚役痩せてくださいで終わったんですよ。いや、1ヶ月半で間に合うかなっていう、ちょっとドキドキしてたんですけども、13、4キロ落とすことができましたね。うん、